メです。もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカちゃん、아니 하루카 하루카 굿즈가 왜 필요해? 는? 그러니까 하루카 굿즈를 사고 싶은데 하루카 굿즈가 없대요 이제. 걔 아버지는 나쁜 사람인데 그런 사람의 딸이 좋은 사람일 리가 없잖아. 이렇게 얘기를 하는 거야. 애한테 참 좋은 거 가르쳐줘. 엄마는 하루카창 아빠랑 만난 적 있어? 있을 리가 없잖아. 엄마는 만난 적도 없는 사람을 왜 멋대로 나쁘다고 얘기를 해? 뭐라는 거야? 이상한 얘기해서 엄마를 곤란하게 하지 마. 야쿠자가 키운 애가 좋은 아이일 리가 없잖아. 이 아이는 하루카의 팬인가? 내가 애비다. 俺もハルカちゃんをずっと応援しててね。そうだったんだ。おじさん大人なのにハルカちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、ハルカちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに、今はどこにも売ってないの。ハルカちゃん관련상품을예전에많이팔았는데지금은어디서도팔지않는다。하루카짱아버지가야쿠자라서그런가? 하루카짱 노래 하루카짱의 노래도 듣지 못하게 했대. 아빠가 야쿠자라고. 오마이와 도우시테 하루카의 팬이 났다. 昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。私ちいつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるか、なんて言ってた？私も友達作るのはうまくないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ。一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。なんか、そんなこと。それで、頑張って笑顔でいるようにしてたら、本当にお友達がたくさんできたの。もう、はるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか。相談してよかったな。おじさんは、はるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しい。글자가다깨져버렸다。아이저씨솔직히씨발이럴거면한글한글표지깔아놓고중국어로바꾸면서그글자를또못읽게돼버렸어씨발 최소한일본어였으면조금은읽거든。それでも私は謙虚
も、はるかちゃんのグッズ欲しかったな。よし、俺が。え？ああ、誕生日なんだろ。本当に？ありがとう、おじさん。네대충대충스토리를설명을해주고싶은데얘가말을끊지를않아갖고는씨발설명해줄수가없어지금동키호테에있을거라는데얘가오사카에있었을때하루카를처음봤는데그때펜악수회를갔는데그때아빠일때문에자꾸이사를다니니까얘가친구가없었대요친구가없었는데하루카하고악수를하면서어떻게하면친구가많이생길수있을까라고물어봤더니하루카가나도친구가별로없어서잘은모르는데계속웃는얼굴로있으면은친구들이생기지않을까라고말을해서웃는얼굴로일었더니진짜로친구가많이생겼대요그래서하루카의팬이됐다네근데하루카를그렇게인기가그렇게많았는데 아버지가야쿠자랑이밝혀지고나서부터갑자기하루만에사람들이다변해버리더라뭐그런얘기를했어아키야마스카이파이낸스최근곡아んた古い達だ何か知ってるならあんたそうだおおほんでなニュースになってああ秋山さんだ秋山のこのすぐその前なんだそこのうんそれだけだ俺は長年ホームレスやってる分かった